通知で起きた。やばい。みんなを起こしてしまいました。今顔洗ってツルツルでございます。顔洗ってツルツルでございます。自然に起きました。自然に起きた。起きてた。早いね。おはよう。めっちゃギリギリじゃけどね、夜もギリギリだっけね。配信しま、変なカラスの声。夜もギリギリだっけね。今のうちに配信しました。今日の顔見せです。今日のワンコですみたいに言っちゃった。大阪に向かっています。ありがとう。待っております。恐竜みたいな。大阪何食べますか皆さん。551差し入れで何が来ると思う ?STA。多分ね、ククルのね、カラス。あ、違う、たこ焼き。待って、寝起きで。全然頭回ってない。カラスね、カラスって言っちゃった。間違えた。串カツ来るかな。寝起きのカラスはこう。あ、寝起きのカラスじゃない。くくるのたこ焼きはこう。また鮭おにぎりが残る。おはよう。たこ焼き、たこ焼き屋さんね、ククルがねめっちゃ来るんですよね、いつも。なんなんじゃ、好きなんかね。ククルが有名なのか。あ、551のたこ焼きも来そう。いや、551のカラスって。今私が間違えたけだろ、言い間違えたけど。一瞬か、ドライヤーしていい。あ、ここら辺がびちゃびちゃないよ、顔洗って。わなかが好きっていう言葉、コメントがありましたね。ちゃんとミュートにしたよ。えらいでしょ。ドライヤーだけ。にゃ、タワー
来た。え、本当だ、グラファン。え、ありがとう。めっちゃ朝なのに。え、では久々のタワーだ。さっき大阪楽しんでねってコメントしてた。今日何目覚めた目覚めた。グラファンタワーありがとうございます。じゃん、今日は大阪です。そうよ、時間ギリギリ。あ、24だった、23って書いちゃった。わたわたさせて、ごめん。楽しんできて。楽しむね。メールも送るね、あの浴衣姿。ありがとう、グラファー。交流戦お疲れ様だね、お互いに。野球が好きなグラファンです。じゃん、ありがとう、クマタワー。3、2、1、タラー。ちゃんと、いや、あのね、それが実はね、あの2時ぐらいまで寝れんかったんよ。もう小学生の幼稚園前みたいになってるけどね。ほんまに2時ぐらいまで寝れんかった。なんか寝癖が前髪の。俺もほんまに遠足の前日でワクワクしたんか、そわそわして寝れんくって、焦ったよ。焦ってちゃんと準備もして、あの荷物も入れて準備もして、いや気持ちがね、そう。あとね、私の好きなね、お気に入りのっていうか、この前買ったバレッタがなんかなくなって。バレッタって言うよね。悲しい。寝過ごさんようにするわ、新幹線。今大阪に向かってます。大阪で会いましょう。会う？会える？おはようございます。寝過ごして名古屋、悲しいやん。名古屋まで行かんようにします。気をつけます。え、みんな朝なのに起きてる。土曜日、土曜日の朝なのに。はや、なんか眠のは眠い。この眠いのは眠いけど、絶対二度寝できんけね。
二度寝はせんよ。ほんまに寝起きだったんよさっき、マジで。新幹線の中でちょっと寝れるんかな。二度寝したら会えない。そうだよ、新幹線乗る前寝んように。そうよ、寝んようにせんといけんのよ。気をつけよう。おはよう。眠くなってきた。朝のぼーっとです。名古屋過ぎて新横浜まで行かないでね。振りですか。いや、まず大阪過ぎんわ。何があっても、あのね、マジ私の新幹線ルーティン、あのお布団じゃない、布団じゃない、新幹線に入ったら、あのあれをつけます。なんだっけ、アラーム、アラームに、アラームをつけます。これルーティーン。お布団はちょっとあれだった、願望だった。眠いなら寝てもいいんだよ。いや、ダメないよ、寝たら会えんって。おはよう。着く何分前？10分前かな。でもね、新幹線乗ったらね、結局ね、寝れんのよ。にゃむにゃむにゃんこじゃん、ここは。トンネル、新幹線で寝過ごさんようにします。おはよう。おはようございます。今日もとっても可愛いです。ありがとう。おはよう、おはよう、おはよう。そうですよ、まあ、そろそろもう終わらないといけないんです。そろそろランキングを読まなきゃいけません。おはようございます。もう終わっちゃいます。もしかしたら今日はくる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 じゃなくて、わなかのたこ焼きかもしれませんね。で、リクロおじさん毎回さ差し入れで来るんだけどね。リクロおじさんってみんなで食べるの難しいんです。午後一も来るかな。午後一来たら匂いでわかるけんね。いや、最近はしかもね、お話し会もめっちゃ近いけんね、食べたらわかるよね。京都駅で待ってます。いや、それ寝過ごしたら京都駅行くけどね。寝過ごしたんけ。ちょっとランキング読むね。まずそれ13位、みどりくん。12位、エグザム。11位、キンパイ。10位、バオバブ。9位、ノブ。8位、ユウキ。7位、スエン。6位、仙台の辰巳。5位、5位、杉やん。4位、浜名。3位、ライトニング。2位、スバル。1位はグラファンでした。タワーありがとうございます。雲タワー、グラファンありがとう。
後で、皆さん後でまた会いましょう。そして来れない方は写真待っててくださいね。ではバイバーイ。